日本 OPC 協議会技術部会、アズビル株式会社の藤井さんの方から、パブサブ通信モデルの概要と題しまして、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました、日本 OPC 協議会技術部会から参りました、アズビルの藤井と申します。これからですね、来年リリースする新しい通信モデル用の仕様である、 パブサブについて紹介しますでこの PubSub ブブの名前の由来ですけれども、これはパブリッシャーとサブスクライバー、つまり、えーまあ、今回の場合、通信モデルなので、データを発信するものと、それを受信するもの、これをベースにした通信モデルということになります。従来ですと、OPCUA のサービス呼び出しというものは、ポーリング形式によるもの。 クライアントがサーバーに対して要求、そのたびに要求するという形だったんですけれども、この PubSub 通信モデルを使うことで、プッシュ型の、つまりサーバー側がデータを出せば、それを必要としている、興味あるクライアントだけがそれを同胞して受信することができる。こういったことを実現する通信モデルだというふうにお考えください。本日ご紹介する内容としては、こういう形になります。 まずどうしてパブサブモデルが必要になったのかそのパブサブモデルの概要について紹介しますそして制御次にユースケースを2つほど紹介し1つ目として制御系を想定した通信プロトコルであるこの UADP を使った場合のパブサブのケースあともう1つは インターネットを含む情報系を想定した通信プロトコルである AMQP を使った場合のケースについて紹介します。そしてその次のところで、コントローラーのマシンツーマシン、M2M で遅延時間なく PubSub を使うための検討についての紹介をします。最後にデモと今後のこのロードマップについて紹介するという形になっています。こちらの絵は、 初めの方でも紹介されていた OPC の理念を表す図です。OPC は常にこの4つを実現することで、目標にいろいろと検討、活動をしているわけですが、この PubSub ブブというのは、このつなげるというところの手段の新しいアドオン機能だと、こういうふうに考えていただければよろしいと思います。 ではまずこのパブサブ通信モデルをどうして必要としたかという動機づけについてご紹介します OPC UA はインダストリティ4.0の標準通信モデルに採用されましたまあそういったこともあってまた新たにそのインダストリティ4.0または他のような IoT のようなことを検討する場において OPC UA についての評価というものが行われてきました でそういったいろいろなユースケースを考えた際に、現状のその通信モデルで、仕様だけでは、課題があるということが確認されたわけです。ここにいろいろなケースが書かれてはおりますけれども、つまりどちその、それが垂直方向の場合であっても、まあ、クラウドとかいろいろありますけれども、またはこのマシン2マシン同士の水平方向の場合であっても、どちらの場合においても、不特定多数の対象に情報を提供する必要があると。 そういういことととがががいなケースがあるということが確認されています。これを現状の,そのポーリングによる通信モデルで実現するとなるとその不特定多数のすべてに対してセッション接続を持つとかいうことになりますのでクライアントにしろサーバーにしろそのためのセッションの接続のためのリソースというものを抱えてしまって内部のリソースがなくなってしまうこういう課題が確認されました。 でこの課題を解決するために新たな通信モデルが必要ではないかということがこの FabSub を検討するに至った背景になります現状ある通信モデルというのは作業で何度も出ていますようなこのポーリング形式のクライアントサーバーの通信モデルですつまりクライアントが明示的にサーバーと接続をしてサービスを呼び出すことになります このパブサブモデル、アドオンのパブサブモデルの方では、先ほども言ったようにプッシュ型ですので、メッセージ指向でありまして、そのクライアント、まあ、これをその受信する方なので、サブスクライバーとこれから言うことがあると思いますけれども、それが、その欲しいメッセージがなんだということだけ登録しておけば、相手のそのデータの出所であるサーバー、これをパブリッシャーというふうにこれから言う場合が出てきますけれども、それがどんなものであろうかを意識することなく、 とにかく興味ある発信されたメッセージのみを受信できる、そういうことを実現する通信モデルになります。このように PubSub は、アドオンで提供される機能ですから、既存のクライアントサーバーモデルに関して、影響を及ぼすということはありません。クライアントサーバーモデル、ポーリング形式でも、今までは、 イベント通知、まあ、値変化通知もそうですけれども、そういったイベント通知の考え方は存在していました。そのときには、このサブスクリプションというものを使っていました。どういうふうにやっていたかというと、クライアントはサーバーとまず明示的につながり、そしてクライアントはサービス呼び出しによって、サーバーの中にサブスクリプションというメッセージキューをベースにしたあるメカニズムのものを作ります。 そしてこのサブスクリプションの中に自分がどういうデータが欲しいのか、まあ、つまりこのデータを値変化したならばを伝えてくれとか、こういったイベントを通知してくれみたいなものをこのサブスクリプションの中に対して、まあ、モニタードアイテムというものをそこに追加するという、まあ、具体的にはそうなるんですけども、まあ、ある手段を用いて登録しておきます。そうするとサーバー側は、そのサブスクリプションに書かれている条件というものを見て、それに対して、今回その 条件に合うようなイベント、まあ、大変化通知やイベントというものがあるかどうかを毎回チェックする、チェックするなりして、そういうイベントがあれば、そのサブスクリプション、これはこのクライアントのためにだけにしか存在しないんですけれども、そこにその事象を Q としてつなげておきます。そしてクライアントの方は定期的にこのサブスクリプションに Q がたまっているかをチェックして、 もしサブスクリプションの中に Q が何か存在していれば、それが自分向けのイベント通知のものであるということで取り出して処理をすると、まあ、こういう形を行っていたわけです。まあ、こうしたわけですから、課題として先ほどから申し上げているように、そのリソースの枯渇問題ということで、もし1つのサーバーにいろんなクライアントが、 値変化通知やイベントが欲しいということで、このサブスクリプションをすれば、それぞれにまずこの接続のためのセッション情報がサーバーの中に作られますし、またこのサブスクリプションの情報もサーバーの中に抱え込まれるわけですから、このクライアントの数が増えれば増えるほど、サーバーのリソースがある意味消費されていくことになります。 でこちらのスライドにはちょっと書いていませんが、これは逆にも言えまして、例えばクライアントがたくさんのサーバーに対してからいろいろデータを集めたいと、そういった場合にも、それぞれのサーバーに対して接続をすることになりますから、このクライアントはそのサーバーの個数分の接続情報を内部に抱えることにより、それが不特定多数になれば、それだけリソースが枯渇していくということになります。それを解決するための、 考え方がこのパブ,リッシャーブパブリッシュサブスクライブこのパブサブパサなんですけれどもこのパブサブというのはこのメッセージ思考のミドルウェアを使うことによって例えばサーバーではそのあるメッセージを 同法するための、そのまあ、これからちょっと長い言葉になってしまいますので、まあ、単純にエントリーという言葉でちょっとあの省略させてもらうことになると思いますが、まあ、その対象となるエントリーにだけメッセージを出せば、そのエントリーに対して登録しているクライアントにデータが全部同法されると。そういうわけですから、サーバーからしてみれば、そのエントリーに関するリソースの分しか使っていないということになります。これは今度はクライアントの方が、 複数のサーバーからに対して、まあ、もっと言えば、あのクライアントはどのサーバーから来るというようなことを全く意識せず、自分はこのデータが欲しいんだよということだけ宣言しておけば、実際、サーバーがいくつもそのデータを出す対象のサーバーがいるにしても、それとそれぞれ接続するわけではなく、このクライアントにしてみれば、このエントリーに対する接続、宣言の情報しか持っていないわけで、リソースは1個だけで進む。 こういういこことになるわけです。まあ、これだけ言って言いますと、なんかパブサブばっかりにはいいんじゃないかというふうになりますが、このクライアントサーバー型のサブスクリプションの方式も、やはり長所があるわけで、例えば単純に言ってしまうと、このクライアントとサーバーの間の通信が切れてしまったと。そういった場合にも、サーバーは、その間にもこのサブスクリプションのところにもし事象が発生してれば、どんどんキーをためていくことになりますから、この通信が復旧したと。 復活したといったときに、クライアントが見に行けば、そのロスしていたときの時間の分も深めたデータを取ってくることができます。まあ、言い換えるならば、ファブサブの欠点というものは、もしクライアントとサーバーの間の接が切れていたら、その間のデータはロスしているということになります。この辺がやはり使い方、どうするかの使い分けなんかのいろいろな、えーまあ、設計システムという形にはなってくるんだとは思います。 こちらがそのパブサブモデルの通信を図示したものになります。パブリッシャーの方はどういう、どういうデータを出すんだという、そのデータ形式ですね、というものをこのデータセットというものとして定義して、このデータセットに定義した通りのデータを、このエントリーに対して発行する形になります。そうすると、サブスクライバーの方は、その、 エントリーに対してからデータが欲しいというふうに登録していれば、それぞれのサブスクライバーに同報されてメッセージを取ることができるわけです。ここで特徴、この絵が挙げている特徴をいくつか挙げますと、まず1つは、これは、このサブスクライバーというものは、何も UA アプリケーションである必要はありません。つまり、ここのメッセージオリエンテッドミドルウェア。 これがある程度基地のものであって、それに対応したサブスクライバーであるならば、もちろん送られてくるデータの内容を解釈,解解釈するために、まあ、何かいろいろなちょっとテクニックみたいなものは当然出てきてはしまうんですけれども、とりあえず UA, サ UA アプリケーションでなくても、そのデータを取ることができるということは言えます。 例えば、そのあるクラウドのシステムがまだ UA に対応していなくて、あるメッセージオリエンテッドミドルウェアのみを対応しているということの場合でも、場合によってはこれですごいクラウドにそのデータを上げるということができるわけです。で、ただやはりサブスクライバーを UA アプリケーションとして実行、実装しておくことっていうのも当然ありまして、そのときにはやはりそうであるがゆえの特徴というか、あのメリットを受けることができます。まず一つ目としては、 このサブスクライバー受信する側も内部に OPCUA のアドレススペースを持っている場合、ここの PubSub の機能では、このサーバー側にあるアドレススペースから取ってきたデータを受け取って、それを自身の持っているアドレススペースのそれぞれのデータというか、モデルのところにマッピングするというような機能も、この PubSub の中では設計されています。 ですから、例えば OPCUA というのは結局 ISA95 ではレベル1、2、3、4、5というふうにそれぞれの階層でシステムが構成されるようなことがありそれぞれの階層によって情報モデルがそれぞれ違っているということが当然考えられるわけなんですけどもそういった場合にある仮想レベルのデモ,デモ,デモデルで表現されているデータをこう取ってきて自動的にその上位レベルでの 情報モデルに変換してそれを公開するというようなあの、まあ、情報の変換のゲートウェイみたいなこういったようなノードか何かを作るときにはこの PubSub の,、えー、の機能を使ってこのマッピングするというのは一つの解法として存在します。あともう一つ UA アプリケーションであるがゆえの,、まあ、あの特徴としては、えー、OPCUA 先ほどからその セキュリティ暗号化や署名がありますというお話がありましたけれども、パブサブにおいても、そのクライアントサーバーと同じような形で、このデータを、パブさん、この発行するデータをです、ねえー、暗号化したり、またはその署名をするというようなこともできます。 でつまりそのときにはあの、こちら、えー、メッセージオリエンテッドミドルは、逆に言えばどんなものを使っていて、まあ、これから先どんなもの、えー、基盤を使うようにしても、UA 同士においては、そのセキュリティの手段を、その UA のセキュリティの機能を使って、暗号化や署名でセキュアにすると、そういうことができるということになります。パブサブの場合には、これまた後のスライドでもう一回説明あの、もう少し詳しく説明しますので、今はさらっと言って 言い方になってしまうんですけれどもその、このメッセージの種類ですけれども、その種類ごとに、それの暗号化や署名を行うんだったら、それを行うための鍵のペアというものを、どこか別のキーサーバーのところに管理しておいて、パブリッシャーなりサブスクライバーが、そのキーサーバーからキーを取ってきて、そのキーを使って、署名なり暗号化をすると。 そういうよういよな形になりますちょっとあの繰り返しになりますけど、この辺のバックグラウンドならはまたちょっと後のスライドで紹介をします。えっと、先ほど、パブリッシャーとサグスプライバーとキーサーバーが絵に出てきましたけれども、ここで、あの、パブサブのアプリケーションで関係する3つのものがありますので、それをちょっと簡単に説明し、でそれぞれにおいて、情報モデルというものがありますので、それについて軽く紹介をします。 パブサブモデルの場合に登場するアプリというのは3種類です。1つはパブリッシャーで、これがデータセットを送信する側です。そして、サブスクライバーがデータセットを受信する側になります。また、ベッドにキーサーバーというものがいて、そのパブリッシャーとサブスクライバー間の転送メッセージをセキュアにしたいというときに、その鍵を管理するアプリケーションというものが存在します。 でそれぞれが OPCUA の使用で規定した情報モデル、それぞれの機能のアプリを動かすためには、それぞれの機能に即した情報モデルというものを持っている必要があります。まあ、ここにいくつかこう名前を挙げていますが、ここ,はこ,こではちょっとあの、次の図の方次の方に図がありますので、詳細なことはちょっと説明は割愛し、今後、この資料をダウンロードして、実際、PubSub の使用書を読まれるときなんかの参考にしていただければよろしいかと思います。 でこの情報モデルについて、えーまあ、俯瞰した図、えー、というものがこちらになります。まず、 パブリッシャーなんですけども、あすみません。まずパブリッシャーにしろ、サブスクライバーにしろ、もっと言えばキーサーバーにしろ、とにかくどのアプリケーションも共通で、ルートフォルダーとして、このパブリッシュ、サブスクライブというようなものが一応あります。ですから、どんなアプリにしても、まずここからそれに関する情報をたどることができます。で、パブリッシャーの場合には、データセット、どんなデータを送るんだという定義。で、それを、 どこのエントリーに対して発信するんだというそういう定義でその時にその転送する動作モードはどういうものなんだ例えば、まあ、イベントでしたらイベントなんですけども値をこう定期的に送るとした場合にはその定期的な周期はどれぐらいなんだ とかまた先ほども言いましたように、もしこの転送メッセージを署名なり暗号化でセキュアなことにしたいとした場合、それに使う鍵はどこのキーサーバーが持っているんだといったような情報、こういった動作モードに関するものも定義しで、最終的にどういったあ、ここのデータセットというのは、どういうデータを持っていくんですあ、転送するかなんですけれども、それを具体的にどういったエンコードデータで転送するんだといった、こういった情報を定義することになります。 このエンコードの方に関して言うならばこれは従来の OPCUA がサポートしていた UA バイナリーというバイナリー形式のエンコードデータもありますしあの先ほど紹介しましたけれどもサブスクライバーがネイティブな普通の 例えば AMQP とかそういったそのエントリーの、えー、から順位を取るようなもののために結構標準的に使えている JSON というあの、まあ、ちょっと XML のような形でデータを表現するようなものなんですけどもそういった JSON で送るというようなことも、えー、エンコードしてサポートすることもできていますこれがパブリッシャー側でどんなものをどこに対して送るんだみたいなそういう形ですねそれに対してサブスクライバーの方は えー、ルートは一緒ですけれども、今度はどこから、ここは一緒ですので、どこからどういった形で受信するんだと、でその受信したデータのエンコードデータがどういうふうになっているのかということと、でこれは UA アプリになっているわけですから、あの先ほど、ゲートウェイみたいな形でマッピングできるっていう話ありましたけど、その受信したデータを自分のアドレススペース内のどこにマッピングするんだと、こういった情報を定義しているのが、サブスクライバー側になります。 そしてキーサーバーの方は、えー、ルートの下にあるのは自分はどんなグループ、えー、要するにそのメッセージセキュアにしたいメッセージの種類を まあグルーピングしたものだというふうに考えていただきたいんですけれども、どんなそのセキュア対象のものを自分は管理していて、そのキーはどんなんだといったような、そういった情報をキーサーバーは持っているという形になります。まあ、ですから、一つのアプリケーションが、例えば先ほどのゲートウェイのように、サブスクライバーとパブリッシャーの両方の機能を兼ね備えているといったら、この全部を持つことになりますし、まあ、もしかしたらサーバーはキーサーバーを兼ねているなんていうこともありえるかもしれないわけで、そのときはこのパブリッシュ ののものと、このキーサーバーの情報を持っているとか、それはつまりそれぞれのアプリケーションの役割によって必要な情報モデルを持っているという形になります。次は、あの先ほどに紹介したように、えーっと、通信モデルの具体的なユースケースを2つほど紹介します。1つは、あの先ほど言ったように、基盤となるところ、PubSub の下の基盤となるプロトコルとして、 今、今考えているものは、実はもう1個新しいものが来年、検討するんですけれども、とりあえず、直近のところで公開するところとしては、2つのものをその基盤のプロトコルとして考えています。1つはこちらに挙げている UADP というもので、もう1つが先ほど何回かちょっと言葉に出しているんですけれども、AMQP という標準なものです。 でこちらの UADP というものは、UA が独自にその IP ベースの TCP なり UDP を拡張して、つまりはセキュア機能を付け加えているんですけれども、そういった形で開発した IP ベースのえそういったプロトコル、UADP というんですけれども、UA データグランプロトコルですけれども、ということになっています。でこの時には 同法用の指定をすることでデータを同法してそれぞれのサブスクライバーが受信するということになります。でこの UADP を使う場合というのは一応想定としてはあの一つのネットワーク内での使用というのを想定しその同一のネットワーク内にある複数のデバイス間のマシン2マシン M2M のデータのやり取りに使うということを一応想定として考えています。 でもう一つの方は、AMQP というものです。AMQP はメッセージ指向ミドルウェアのこういうオープンスタンダードなプロトコルでして、例えばこちらにあるように、マイクロソフトさんの Azure のようなクラウドなんかも AMQP をサポートしています。 AMQP を使うといった場合の想定しているケースは先ほどが UATP が同じネットワーク内の中のマシンーマシンと言いましたけれども今度はそれに対して今度は異なるネッ,トワーク間ネットワークを介してデータをつなげていきたい、まあ、イメージ的にはクラウドみたいなものがあるんですけれどもそういったものです。 ですので,で、そしてそのさっきのエントリーとしては、このブローカー、そのブローカーの識別子と、その中のエントリーというものを指定することによって、パブリッシャーはそこにデータを渡し、そ,そこに対して興味を持っているというサブスクライバーをした、まあ、これは純粋なネイティブな AMQP クライアントの絵を描いていますけれども、そういったものはデータを受信することができるということになっています。で、AMQP であると、 ネットワークを複数のまたがっていけるんだという話をしましたけれども、それの実現イメージがこちらの図になります、つまりそのブローカーがそれぞれ、まあ、ゲートウェイのような形で存在しているので、ここの AMQP のこのブローカー間でこうデータを連携することによって、異なるネットワーク上にいるサブスクライバーへの経路というものができます。 またこの経路というものはこのように冗長的に定義することもできますから、まあ、片一方が何かの形でだめになったとしても残ってる方で通信するとかそういったような構成も AMQP のブローカーの連携ではできるそうです次に、えー、PubSub のセキュリティについてご紹介します、えー、セキュリティ要するにメッセージの暗号化や署名ということになるんですけれどもあのー 先ほどのセッションでもありましたように、クライアントサーバーモデルの場合は、クライアントとサーバーがお互いを知り合っていますから、その先ほどの手順の中で、鍵を交換し合っているわけですよね。でそうすることによって、お互いが使う鍵をお互いが知っていてで、それを使ってセキュアなことをやっているわけです。でたまにこの鍵を定期的に交換、あの更新し合うとか、そういったことをやっています。しかし、パブサブの場合は、先ほども紹介しているように、 相手が誰だか意識をしていない、不特定多数と接続をやり取りするということですから、相手が誰かわからないので、その相手とどうやって鍵を交換するんですかというような形になってしまいます。そのために、PubSub は相手がわからないので、先ほど絵に出てきましたけれども、そ,れをセキュアそのメッセージをセキュアにするためには、キーサーバーというものを立てようではないかという形になっています。で でこれはあのキーサーバーもちゃんとした OPCUA アプリケーションですから、パブリッシャーないサブスクライバーが、そのキーサーバーとつながるときは、先ほどのクライアントサーバーモデルのセキュアな手順にのっとった形で、信頼されたものだけがつながっていくと。ですから、パブリッシャーにしろ、サブスクライバーにしろ、相手が誰か、いちいち全部それを認識するわけではなく、セキュアにするなら、ただ一つ、キーサーバーがどこにいるんだと。 これだけは意識しなきゃいけないんですけども、ただその一つを意識して、そこからキーを取っていれば、あとはそこに対するメッセージをセキュアなものにすることができると、こういう考え方になっています。で、これがですね、この今のこの考え方、このキーサーバーを用いる手法というものは、OS2 というこのウェブアプリにいて、 アククセス認可の判断をネットワーク越しに行うこれも標準のプロトコル仕様があるんですけどもこの考えをベースに考えていますえどういうことを言ってますかっていうと普段私たちがブラウザーか何かでこう使っていてあるウェブサービスというかウェブサーバーと使ってブラウザで何か見てるときに何かするとき実はそのウェブサーバーはあるウェブサービスを 別のウェブサーバーが提供しているウェブサービスを使うためにそれを呼び出している裏で呼び出しているということがあるわけでそういった時にここのクライアントと一番フロントにいるウェブサーバーとの,あの 認証認可の情報というものはあっても、それを今度、こっちの人に対してもあの使うあのそれを、情報を使わなければいけないとか、そういったケースがあるわけで、o o s というのは、そういったウェブアプリにおける、えー、アクセス認可の判断をする仕様として存在するものなんですけれども、一応、この考えを PubSub のこのキーサーバーとのやり取りでは取り入れています。どういうことかといいますと、これは OOS2 を、えーまあ、ベースにした考え方なんですけれども、実際はここの、 ここで書かれているこの認証サーバーと、あとこのキーサーバーが2つ1つになって、先ほどの UA のキーサーバーを振る舞っているというふうに考えていただいていいんですが、まずパブ,パブリッシャーもサブスクライバーも UA のクラサバのものを使って、まず自分が正しいんだということを認可認証してもらう、認可してもらう、そして認証されたならば、そのキーサーバーに対してキーをもらって。 でそのキーをもらったならば、そのキーを使って、そのメッセージ、このメッセージオリエンテッドミゾロウェアに転送、まあ、送信する、ないしは受信するメッセージのセキュアなものにするというような形になっています。まあ、こういうことになっていますので、実は OPCUA は、 ただいま検討中、まあ、まだちょっと先の話になるんですけれども、将来の追加検討機能として、あのユーザートークンとして、先ほどあのユーザーとパスワードや証明書もありますみたいな話がありましたけれども、それに加えて、この OOS2 ベースのユーザートークンといった、そういったユーザー認可のサポートっていうことも今、まあ、将来のこと、話題として今、考えられてはいるというふうに聞いています。 えっと、次にですね、えっと、コントローラーの M2M のユースケースについて少し深掘りした話をします。えーっとですね、でコントローラー M2M の場合なんですけれども、これはあの先ほどの絵にもありましたように、M2M の場合は、この PubSub ブブを一応一つの、同じネットワーク内のコントローラー同士のその通信に適用するという、こういうイメージを考えています。ですから、使うのは一応 UADP だということが一応考えられていて。 でそういうのを想定していてでその時にこの一応クライアントつまりコンフィギュレーターみたいなイメージエンジツール的なイメージがあると思うんですけれども、まあ、クライアント1個立ち上げてそれは今までのクラサバモデルでサーバー,、まあ、ここはサー,バー要するにパブリッシャーなりサブスクライバーに接続しで先ほどの情報モデルで書いていたようなものを 情報モデルで、お前はここにこれを出せ、お前はここからこれを受け取れみたいなことを、まあ、あらかじめあるのかもしれませんし、まあ、もしかしたら、まあ、それはもちろん権限とかにもよるでしょうけども、必要に応じてそういったものを構成し、でまた、あのーさっきの、さっきの中ではちょっとご紹介しませんでしたけれども、その情報モデルの、えー、通信のところのところに、一応、イネーブル、ディゼーブルみたいなプロパティがありますから、じゃあ、これからこの。 発信機能をイネーブルにしようということでデータの発信を開始する、ディゼーブルにすればそれはやめちゃうとか、まあ、そんな形で、パブリッシャーにしろ、サブスクライバーにしろ、先ほどの情報モデルをクラスワーモデルでつなげて、その情報モデルを確認して、適宜にそれを変更するなりして、実際の PubSub ブブを使っていくと、こういうことが一応やり方として考えられております。で、こういうふうに考えてきたんですけれども、 UADP は、こういうふうにコントローラー間のリアルタイム通信を目的に一応検討、設計されたものでした。ただですね、あのいろいろとやはり考えていくにつれ、この UADP で TCP、UDP なんかをモデルにしたこのベースでも、やはりただのイーサネット仕様ではその、その中を流れている通信メッセージが多ければ、どうしてもトラフィックジャムが発生しまして、結果として遅延が起きる、こういう課題があることが、 えーまあ、一応確認をされたとでそこで、その問題をなんとか解決しようということで、えー、今、UADP と AMQP って言いましたけど、3番目、次なる基盤プロトコルとして、TSN をサポートしようという話があります。で、実はあの来年の4月に、この PubSub の正式公開しようとしてるんですけれども、その時点ではまだちょっとこの TSN は入ってきて。 来ずに先ほど言った m q p と UADP しかないんですけれども、まだこれは検討が、検討中のものです。で、TSN って何なのかと言いますと、これはその、そもそもの IEEE のこのイ t h e r n の、標準インターサネットの、まあ、サブワーキンググループとして検討している拡張仕様で、でまあ、ここにいくつかいろんなことが書いてありますけど、いろいろな機能を組み合わせることによって、要は、 遅延時間が発生しない簡単に、まあ、簡単にと言うことはないですけど、まあ、例えばですけれども、そのイーサネットを、ね、出すにしても、メッセージの中に優先度っていう認識を持たせて、優先度の高いメッセージを常にサイクルの最初の方に、まずそれ用の、えー、通知時間を取っておこう、確保しておこうとか、まあ、そういったものをですね。 まあ、あと上長とかいろいろやってるんですけれども、そういったことで、とにかく遅延時間が起きないようにしようというふうにして検討しているもので、でこれを先ほどの PubSub の基盤側のトランスポート層ですかね、の方にでサポートすることによって、この先ほどの前のページであったコントローラー間の M2M もよりセキュアにと言いましょうか、安全にデータが送れるようにしようということを現在考えています。の、えー、の動作確認というものは プロスタイプで実際に動作が、ただの機上のものではなく、動作が検証され、で今年4月のハノーバーでデモも展示しました。内容は発電所をモデルにして、UADP を使った現場コントローラーの M2M と、AMQP を使ったクラウドへの接続というものを紹介しています。で本日はこの後にですね、このデモこ,このデモで使,って使われているパブリッシャー、データを出す側をそのままちょっと持ってきまして、 でそしてこの技術部会の方でサブスクライバーのデモを作りましたので、それがやり取りをしているところをご紹介に入れます。これが PubSub のロードマップになります。えー、今日2016年時点ですけれども、この実はこの PubSub の使用はまだまだ検討中というか、もうほぼ決まって終わっているんですけれども、来年の4月にこの U、これ UADP です、UADP と AMQP のサポートしているものとして、 正式公開すする予定で,すでその後の活動としては、先ほど申し上げました TSN を取り込む活動の方に、まに、あ、そのアップグレードの方に入っていく形になります。で、プロトタイプ自体は、4月にそのデモをやりまして、でここ、実は秋、先月にもドイツの方でプロトタイプを出しましたこの時には、一応、セキュリティ、先ほど述べたセキュリティ機能のところを付加しています。 で最終的にこの正式リリースに合った形の情報モデルにもう一回リバイズした正式的なプロトタイプというものを多分来年の4月、ハノーバーメッセだと思われますが、そこで公開しようということを考えています。えー、ここの資料でのまとめとなります。OPCUA は各ドメイン向けの情報モデルを使って情報を連携するプラットフォームになります。プラットフォーム、How を提供し、h ォアとはドメインの方に設計していただきます。 今回、OPC は、このプッシュ型の通信モデルである PubSub を機能追加しました。この PubSub はアドオン機能ですから、既存のモデルや機能に影響を与えることなく、SDK などが、例えばその SDK が PubSub 用に機能拡張したものがリリースされば、それと交換するということで、でその PubSub 用の情報モデルがそこの間にサポートされるようになって、それをいじるようなことで、PubSub がそのまま使えると、そういったような感じを考えてい ここの資料としては、ご紹介はこれまでなので、では最後にデモ、三分弱、4分未満のデモをご紹介します。えっと、このデモではその、ハノーバーのデモを使っている2つのパブリッシャー、正確には、これは純粋なパブリッシャーですけれども、実はこれ、さっきのゲートウェイ機能をもらった。 サブスクライバーであり、それをパブリッシュするという、別の情報でしてパブリッシュするという、そういう2つのパブリッシュだと、これ技術部会で作ったサブスクライバーのサンプル、この3つのアプリケーションを動かす、そういうやつです。みんな UADP を使ってます。あ、ごめんなさい。UADP を使っています。まず、えーと、このサブスクライバーを最初に起動します。これ、サブスクライバーの方でして、 で設定ということで、えー、とこのポートから受信をするようにでしかも UADP で取るようにというようなこういう設定をした上で一応、今このポートからデータが来るかなということを待つそんな状況に今、なっています。今ままだ何も来ていません。 あとはですね、一応、これとは別に、ワイヤーシャークっていうその通信の状況を見るフリーのソフトがあるんですけども、それも動かして、実際、中、ネットワークを PubSub のデータが通っているよっていう2つ、この2つで紹介します。これもあの、えー、先ほどちょっと PubSub のデモのスライドであったんですけども、一応、使っているものは、ワイヤーシャークをサポートしているものという形になっています。で、次に、こっちの純粋なパブリッシャーを、今これ、これからここに EXE の名前を入れて起動します。 起動しましたということで今、ここ、ネットワーク、パブサブが通っていますし、でここはポートからこういうものが来てで、ここの ID、ここは同じ ID になってるんですけど、要するにこれ、同じ相手からこのデータをガサッと持って、受け取って、その内容を今、見ていると、でこれ、どんどん低周期で送られてるんで信しています、し次にですね、もう1個のこっちですね、これを、えー、起動、今からしますね。 ししましたで起動したので今度このパブリッシャー ID がまた別のやつがもう一個、えー、今度違う番号のやつからもデータが来ているっていうことで,でこういったデータがこうどんどんどん定期的,的に来てるでてここはどん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 2つのデータが流れているという形になっています。でこの後ですねこれ今ただつながってるんですけども実際にこのこちらのこっち側のパブリッシャーの方に対してですね あの一般的な UA クライアントを立ち上げて、ここの情報モデルの中を今から覗いてみるということがこれから行っています。最初にそのルートのパブリッシュサブスクライブっていう、えー、ルートフォルダが瞬間見えます、いますということをなんとか言いたいんですけれども、今、つなげますね、つなげたことによって、今、つなげて、この辺います、あこれ、これ、そうです、これです、これですこれルートのやつで,ですぐちょっと。 で消えちゃったんですけどでここで見たかったことは、ここ、あのサーバーオブジェクトって標準見ると、どんなセッションが今いるんだっていうのを見ることは分かるんですけど、実はここ、セッション1個しかいないってことを言いたいんですね、これ何この1個のセッションは、この汎用クライアントからつながっている、クラウーサーバーモデルでつながっているセッション、この1個しかない。ということは、他のこの辺のデータに関しては、セッション全然使われてなくて、先ほど言ったように、リソースの消費が行われていませんよということを、ここで訴えたかったということに なりますえっと、紹介するポイントとしてはそういったもので一応デモとしてもこれが終わりになっていて、まあ、こういった3つのアプリケーションが動いているところを紹介しましたよということで一応この動画は終わっています一応まだもうすぐ終わってしまうので以上でその来年4月に正式公開される新しい通信モデルの PubSub ブブの使用についての概要についてご紹介しましたご清聴どうもありがとうございました はい、藤井さんどうもありがとうございました。